デドルフ・クリスチアン・カール・ディーゼルはドイツ人の機械技術者で発明家。ディーゼルエンジンの発明で知られている。1858年、三人兄弟の二人目としてフランスのパリで生まれる。両親はバイエルンからの移民としてパリに住んでいた。父テオドールはアウクスブルクで製本業を営んでいたが、1848年にフランスに移住。1855年、 ニュルンベルクの商人の娘とパリで出会い、結婚。革製品の製造を制御とするようになった。幼少期はフランスで過ごしたが、1870年に、不屈戦争が勃発し、一家も含めドイツ人はフランスから退去させられた。ディーゼル一家は、ロンドンに移住。しかし12歳のルドルフは、ドイツ語を母語として教育されるようアウクスブルクの母方のおじとおばの死体を送られ、 おじが数学の教師をしていた職業訓練学校に入学した。14歳の時技術者になりたいと書いた手紙を両親に送っている。1873年にトップの成績で学校を卒業するとアウクスブルクに新たに創立された工業学校に進学。2年後、両親は彼が就職することを希望していたが、 ミュンヘン工科大学から奨学金を受けられることになり、ディーゼルは同大学に進学した。ミュンヘンで指導を受けた教授の一人としてカール・フォン・リンデがいた。1879年7月、ディーゼルはチョーチフスにかかり、留年することになった。翌年の卒業試験を待つ間、スイスのビンター・トゥールにあるスルザーで技術者としての実地経験を得た。 1880年1月、トップの成績で卒業すると、パリに戻り、かつての教授カール・フォン・リンデの助手として、冷凍、製氷工場の設計と建設を行った。1年後、ディーゼルはその工場の工場長となった。1883年に結婚。その後も、リンデで働き、数々の特許をフランスとドイツで取得していった。1890年、 妻子とともに、ベルリンに移り、リンデの研究開発部門の責任者に就任し、重役待遇を受けることになった。リンデの従業員として、職務上取得した特許を個人的に使うことは許されなかったが、ディーゼルは冷凍や冷蔵以外の分野にも研究を広げていった。蒸気について研究し始め、熱効率と燃費を研究するうちに、 アンモニアの蒸気を使った蒸気機関を開発。しかしその機関は試験運転中に爆発し、ディーゼルは休止に一生を得た。何ヶ月も入院し、その後も健康と視力に問題を抱えるようになった。その後、カルノーサイクルに基づいた内燃機関の設計をはじめ、1893年、基地の蒸気機関と内燃機関を置換する合理的熱機関の理論と、 構築と題した論文を発表し、ディーゼルエンジン発明の基盤を築いた。1893年2月23日、特許を取得。なお、それに先立つ1886年には、カール・ベンツがガソリンエンジンを搭載した自動車の特許を取得している。ディーゼルは、熱力学と熱効率の理論と実際の制約を理解しており、蒸気機関では、 燃料から得られるエネルギーの90%が無駄になっていることを知っていた。彼はもっと効率の高い機関を設計することを目標としていた。カルノーサイクルの内燃機関を実験した後、独自の技法を開発。最終的に独自設計の圧縮着火式内燃機関の特許を取得した。その設計では燃料は圧縮工程の最後に注入され、 シリンダー内が球気の圧縮によって高温になっていることで着火する。1893年から1897年までアウクスブルクのマンイジーの重役ハインリヒ・ホンブズがディーゼルにそのアイデアを発展させ評価する機会を提供した。その特許をドイツやアメリカを含む各国で取得した。当初はオイルエンジンと呼ばれていたが、後に彼にちなんで ディーゼルエンジンと呼ばれるようになった。安価な石油や重油を燃料とした効率の良い、この機関は、たちまち世界中で利用されるところとなった。1913年9月29日の夕刻、ディーゼルは、ロンドンでの会議に出席するため、アントウェルペンから、郵便蒸気船ドレスデン号に乗船した。戦場で夕食を取った後、翌朝6時15分に起こしてくれという言葉を残して、 午後10時頃、自室に戻った。しかし、翌朝には、彼の部屋は無人で、ディーゼルの姿は、どこにもなかった。その部屋を調べてみると、ベッドを使った形跡がなく寝巻きも畳んであったが、腕時計はベッドの左に外して置かれていた。彼の帽子とオーバーはきちんと畳まれた状態で後、甲板の手すりの下に置かれているのが発見された。10日後、 オランダの船コレトソンの乗組員が、北海のノルウェーに近い洋上に浮かんでいる死体を発見。その死体は、腐敗がひどく、人相もわからず、船に引き上げることもできなかった。その代わりに、船員は、ピルケース、財布、ID カード、ポケットナイフ、メガネケースなどを、死体から回収している。同年10月13日、それらの品を、ルドルフの息子が、 父のものだと確認した。ディーゼルの死については様々な推理がなされている。電気を書いたクローサーは自殺の可能性が高いとしている。商売敵や軍による殺害とする陰謀論もある。しかし、いずれも証拠に乏しく推測の息を出ない。ディーゼルの失踪直後、妻のマルタはディーゼルからその後海に出る直前に渡されたカバンを開けてみた。 ディーゼルはそのカバンを渡すとき、翌週まで開けないように指示していたのである。中には20万マルクの現金と預金口座が空になっていることを示す書類が入っていた。ディーゼルが描かれた切手失踪後、ドイツでは長く墓も作られないようなありさまであったが、日本で小型ディーゼルエンジンを開発した山岡万五基地により、1957年、生誕100年、 エンジン開発60年を記念して、アウクスブルクのビッテルスバッハ公園に、石庭園が寄贈された。ディーゼルの死後もディーゼルエンジンは、様々な改良を加えられ、蒸気機関の代替として、広く使われるようになった。ガソリンエンジンよりも、頑丈に作る必要があり、重くなるため、また、常用最高回転数が低いため、航空用エンジンでは少数派であったが、 産業用などの定置型エンジン、潜水艦や船舶用エンジンとしてはよく使われ、後にはディーゼル機関車や貨物自動車、さらにオイルショック以降は乗用車にも普及していった。低回転域で高いトルクが要求される用途でよく使われている。近年では軽量化設計が可能となり、再び航空機にも使われている。その場合は軽油、または デット燃料を使うよう設計されている。ディーゼルエンジンは圧縮比が高く燃焼時間が長いため温度上昇がゆっくりしておりガソリンエンジンよりも熱効率が良くより多くの熱を機械的仕事に変換できる。ディーゼル本人は粉炭や植物油を燃料に使うことを考えていたし実際に落下性の油などでも動作する。2008年に 原油価格が上昇したことからバイオディーゼルが普及し始めている。しかし依然としてディーゼル燃料の中心は石油から作られる経由である。ハーバート・アクロイド・スチュワートはディーゼルの2年前に焼き玉エンジンの特許を取得している。燃料を圧縮工程の最後で吸気に供給することで混合技を作り出す点やガソリンエンジンのような点火プラグを使わない点では ディーゼルエンジンと似ている。ディーゼルエンジンは空気の圧縮を積極的に利用しているが、焼き玉エンジンではディーゼルエンジンほど圧力を高めない。添加には圧縮による熱ではなく、シリンダーヘッドにつながった燃焼時の熱を積極的に放置する球状の燃焼室が使われる。圧縮比が低いため、ディーゼルエンジンほど熱効率は高くなく、せいぜい12%である。 焼き玉エンジンとディーゼルエンジンの特許の際は圧力の高さと熱効率の差である。ありがとうございます。